ワスプはアメリカ海軍の教習揚陸艦。タラワ級教習揚陸艦の後継艦として計画され、指揮能力やヘリコプターやストブル機の搭載能力が大幅に増強され、ワスプ級教習揚陸艦一番艦として建造された。艦名は足長鉢という意味を持つアメリカ海軍の軍艦に引き継がれている艦名で、その名を持つ軍艦としては10隻目に当たる。 ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造された。2016年10月、アメリカ海軍はサセボ基地に配属されているボノムリシャールに代わり、ワスプを2017年周期に配備すると発表。2017年8月30日、バージニア州ノーフォーク海軍基地をサセボに向けて出港したが、ハリケーンイルマによる被害を受けたプエルトリコで救援活動を行ったため、 サセボ到着が遅れることとなった。2018年1月14日、サセボ基地に接岸した。2018年12月13日、サセボを離れ、2019年にアメリカのノーフォークに移動すると発表された。移動する時期は言及されなかった。なお、大体の艦としてアメリカを配備することが決定している。2019年5月28日、 来日中の米国トランプ大統領が横須賀港で加賀を視察するのに合わせて横須賀港で F-35B と共に待ち受け、船内で戦没将兵追悼記念日の演説が行われた。同年11月18日、ノーフォーク海軍基地に入港したことが発表された。ありがとうございます。